ですね、今回、YouTube に投稿を始めようと思ったきっかけが、私のお肌。このね、ちょっとシミが気になりだした年頃ということで、今回、実はね、皮膚科の方にね、受診してきました。まずね、一番最初にシミが気になりだしたのが、17年ぐらい前ですね。で、10年ぐらい前に一度皮膚科を受診して、フォト RF っていうね、光を当てて、シミをこう、やけどさせて、こう、ペロンって剥がしていくっていう治療を受けました。じゃあその時はね、割と満足のいく結果でね、シミも薄くなったんですけれども、やっぱ、年のせいですかね、やっぱりね、去年から今年の春あたりにかけて、やっぱりまたね、ちょっとシミとかがね、やっぱこれ年なんですかね 気になっちゃって、ちょっとね、画面では見えにくいのかもしれないですけどね。ここです。このあたり。あと、このあたり。それから、目の、こめかみのこのあたりですかね。ここね。どちらかというと、こっちの方がね、目立つんですけど、こちらも、くすみとかシミが、ちょっと点々とあります。で、この目の上ね、ここもちょっとくすみが気になっています。で、今回ね、皮膚科の方に行って、フォト RF またはレーザー治療とかも、考えていたんですけれども、皮膚科の方で、おすすめしていただいたのが、今回スキンデアヘルスという、基礎化粧品の、ラインナップです。聞いたことある方もいらっしゃると思います。まず洗顔の方がこんな感じの、こんな感じのね、化粧水、あ、ごめんなさい、洗顔料です。中身ちょっとまだ私出してないんですけれども、一応シリーズ使いでこんな感じです。化粧水、あ、ごめんなさい、洗顔から、日焼け止めまでのシリーズになってます。これね、使い始めるとちょっとお肌が乾燥気味になったりとか、あとね、ちょっと赤くなっちゃったりとか、あと、ボロボロって、皮がむけちゃったりとかすることがね、ちょっとしばらく、続くようなんですけれども、それもちょっとね、私どうかなーってちょっと悩んだりもしたんですけれども、今って割とほら、マスクをする時期でもあるし、あと、紫外線も若干ね、5、6、7月、8月よりは若干少ないっていう時期もありまして、今回使ってみることを決意しました。で、そうですね。私の実際のこの、肌で検証をしていきたいと思って、記録として、投稿、配信することにいたしました。早速、今晩からこのゼオスキンシリーズを始めていきたいと思います。よろしければ、毎日配信していきたいと思いますので、
興味のある方はチャンネル登録、または、評価の方、そしてコメントの方、よろしくお願いします。はい、一応ね、ちょっと副作用っていうか、これあのね、化粧品というよりは、治療系っていう方がいいのかもしれません。はい、一応ね、あの頑張って使っていきたいと思ってます。はい、ではでは、とりあえず今日は、ご報告でした。よろしくお願いします。ではまた明日。